皆さんこんにちは。インターン生の椎林です。今回は前回に引き続き計10回に分けてお送りしている日本人 YouTuber の登録者ランキングトップ10の第3位を発表していきたいと思います。ちなみに本データは前回と同じ2018年8月6日付です。では早速紹介していきたいと思います。第3位はキッズラインさんです。おめでとうございます。その数なんと約585万9400人です。そして動画再生回数は50億6500万回もあり、動画本数は2606本にもなります。彼女らは2011年11月26日にチャンネルを開設していて、現在でも動画投稿を続けています。では今からキッズラインさんが日本の YouTube 界で成功した秘訣について見ていきましょう。まずはじめに一つ目です。一つ目は、動画のジャンルをキッズ向けに絞り、全国の小さい子供向けに動画を投稿し続けていることです。これはチャンネル名にも表れています。見ての通りキッズラインというチャンネル名なので、いかに子供の目につくかがわかります。またチャンネルのアイコンにはアンパンマンが画面半分を、埋め尽くすほど映っており、子供向けの動画を投稿していることがパッと見でわかるような工夫がなされています。そしてキッズラインさんのすごいところは、子供目線で撮影した動画がいくつもあることです。一般的に子供向けのチャンネルでは自分の子供の遊んでいるシーンだったり、おもちゃを子供に紹介させたりしています。ですがキッズラインさんは、そういう動画もありますが、チャンネルの管理者であるお母さんが自分自身で子供目線となって、遊具で遊んでいる動画を数多く投稿しているのです。このような動画はかなり珍しいので、ぜひ一度、キッズラインさんのチャンネルを見に行ってはどうでしょうか。次に2つ目です。2つ目は動画の投稿本数がかなり多いことです。先ほども言いましたが、キッズラインさんのチャンネルでは延べ2600本を超える動画の投稿本数を、しています。この投稿本数のおかげで再生回数も50億もあり、チャンネル登録者数が異常に多いのです。最後に3つ目です。3つ目は、毎日動画を投稿していることです。毎日投稿することのメリットはたくさんあり、例えば視聴回数が稼げるなどあります。このようにして毎日コツコツと継続的に、長い間動画投稿を続けた甲斐があって、ここまでチャンネル登録者数が増えたと言えます。キッズラインさんについてもっと語ろうと思えば語れますが、本日はここら辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回は登録者ランキング第2位でお会いしましょう。ではさようなら。